さて次にですね、ネット関係見ていきましょう。やっぱり昨今の選挙スタイル、当然変わってきています。ネットでとにかく多くの方々と接点を持って、そしてその皆さんの思いを聞いてもらって投票してもらうっていう形で SNS やいろんなことをやっていますよね。ただですね、ここも法律が全然追いついていないので問題点が多々あります。で、一番面白いこれ何なのっていうルールが一つ、 SNS 皆さん使います。で、 SNS、Twitter でもいいですし、 Instagram でもいいですし、 Facebook でもいいんですけど、それぞれ DM 機能がありますよね。ダイレクトメッセージ、コメント機能もあります。で、そういったところでその有権者に対して選挙中に、今度ここに立候補しました、僕はこういったことしたいんです、ぜひ応援してください、投票してくださいっていうのは、これ OK なんです。はい、OK なんですよ。で、ところがですね、メール、 E メールですね、メールを使って一斉配信することは NG なんですね。同じことやってんですよね。で、むしろ SNS の方が拡散性がありますから、何千何万の方にそういったことが、思いが届くかもしれません。メールなんかより、メールいちいち打つと面倒くさいじゃないですか。なのに SNSOK だけど E メールはダメですよっていう謎のルールが残されています。これが変わってないんですね。